どうもアガポニです。今回はメインクエストジェミ2においてベーターを守る場面、機械獣をね同時に2体倒さないとならない場面がありますが、このバトルを比較的簡単にクリアする方法の紹介です。足場が悪い上に攻撃範囲が広い、かつ攻撃力も高い機械獣が2体なので、まともにやり合うと結構苦戦するバトルなんですが、今回紹介する方法であればかなり楽に倒せるかと思います。それでは早速いきましょう。はい、まずバトルが開始したらすぐに左右前方から2体同時に襲ってきます。でまずは右側に移動します。もし矢玉が補充できていない場合はこの時に作っておくといいですね。ここで余裕があるようであれば長球で 1,2 発狙い撃ちできるといいですが、無理に撃たなくても大丈夫です。で今度はここから前方に移動していきます。いろいろとね攻撃は飛んできていると思うので、なるべくローリングで回避していくのがいいですね。で目的はこの柱になります。先端にグラップルポイントがあるのでジャンプ中×で登ります。でこの柱の上に登ることができたらかなり安全な状態になります。もちろん 100% 攻撃を食らわないというわけではないんですが、下で頑張って回避しながら戦うよりは相当楽になるかと思います。でここにいる2体の機械獣の弱点は両方3なので、まずは3の矢に切り替えて腐食状態になるまでバンバン撃っていきます。右側から上がってきたので基本この小さい方を先に相手にすることになりますね。で腐食状態になったら今度は通常矢に切り替えて、この背負っている武器をね狙って攻撃していきます。途中撃たれることがあると思いますが、この攻撃はね大したダメージではないので避けずにそのまま撃ち続けます。するとこの背中の武器パーツを切断できるというわけですね。こうなるとこの小さい方はこの高さへの攻撃手段がなくなるので、あとは撃ちたい放題といった感じになります。ただ攻撃手段がなくなると弱気になるのか遠くの方に逃げていっちゃうんですよね。もし大きく距離を取られて狩人の弓の射程範囲外になった場合は長球に切り替えて撃っていく必要があります。はい、こんな感じで小さい方1体は倒せるかと思います。次はでかい方ですね。まずは一旦矢玉を補充しておきます。で基本戦略は同じで、まずは3の矢を撃っていきます。腐食状態になったら通常矢に切り替えて撃っていくという感じですね。でこのでかい方の攻撃に関してはこの位置まで届きます。なので狙われた場合は反対側のグラップルポイントを利用してかわしていきます。で離れていったのを確認したらもう一度戻ると、距離が遠くてね狩人の弓の矢が届かない場合は長球での攻撃に切り替えます。で狙われた場合は移動で回避ですね。離れたら戻って、
距離があったら長球で打つと。で、距離が近くなったら不織状態にした方がいいので3の矢を打っていきます。で、狙われた場合は移動で回避ですね。攻撃されるときはこんな感じで連続で狙われることもあるので回避はしっかりしていく必要があります。で、距離がある場合は長球で攻撃と。はい、こんな感じで倒せるかと思います。ちなみにですが、グラップルポイントで登れる柱は直接柱を攻撃されると破壊されてなくなってしまいます。この場合は隣にもう1本あるのでこっちを利用していく感じですね。柱を攻撃してくることは少ないので発生するケースは少ないかと思いますが、連続して2本目も破壊されてしまった場合は素直にやり直した方が早いかと思います。それと小さい方の背中から切断したパーツは重火器として使える武器になってます。なのでこれを拾ってでかい方を一気に攻撃していくという戦略もありですね。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。